皆さんどうも、ドイシーです。今日はマイクラ実況やっていきたいと思います。この前、大豆三四郎が真夜中に木材集めをしてくれてる時に、なんかすごいものを見つけたんだって。それがこちら、マグマの池。しかもあちらには大きいマグマの家。いいもん見つけたぞ、大豆三四郎。今日はこれを使って何か作ってみたいと思います。では何か作っていくために、先生成長お願いします。たまには自分でやってみたらどうだ。うるせえ。整地してコメントでかっこいいって言われるんだからいいじゃないか。それもそうだね。じゃあ先生のマイクラ実況やっていきたいと思います。整地頑張ります。っていうかさ、僕に言われる前にプライベートでここら辺全部整地しといてよ。私の整地風景皆さんにお見せできないの？だって整地してるところなんて誰も興味ないからね。おじゃびじゃばー。先生の設置が終わったみたいなんでやっていきましょう。マグマを持ってこれるようにバケツを作ります。鉄で作れるってコメント欄に書いてあったから助かるね。いつもコメントみんなありがとう。みんなに感謝してて優しい子だね。うるせー。褒めた時は蹴るんじゃないよ。マグマを持ってくる準備はできたので、次は流し込む場所を作っていきましょう。どれぐらいの大きさにしようかな。あんまり広すぎてもここに持ってくるのが大変だからね。縦12、横12の正方形を作っていこう。さあ、綺麗な正方形の溝ができました。なんでこんな正方形の溝にしたんだ。それはまだ内緒だよ。3日後にはわかるよ。そんなに待てないわ。すぐ答え教えてくれ。ここにマグマを流し込むと真ん中に行くとき危険なので、階段で行けるようにしよう。石の階段を作って真ん中に入れるようにつけてゆく。いい感じにプールの飛び込み台みたいなのができた。ここを登って中に入る。周りが土ってのも味気ないから削って石をつけていこう。周りが土よりは石がついた方がかっこよくていいね。ここにマグマ流し込んでいこう。でも思ってた以上にマグマの場所が遠いな。これを何回も何回も往復するの大変そうだな。肉筋くんだったら1回のジャンプでここまで来れるんだろうな。はい、マグマゲット。このマグマってカチカチお米粒くんにぶっかけたらどうなるんだろう。かけてみよう。あれ、全く効いてない。水の中にいるからかな。ここからかけてみよう。ダメージ食らってなさそうだな。あれ、水が石になってる。石に生き埋めだ。カピカピお米粒くんが石になっちゃった。より硬くなったね。笑うポイントが怖すぎるな。他のお米粒くんにもかけてみよう。マグマが垂れていって、お米粒くんが燃えて焦げちゃった。おこわになっちゃった。水は溶岩をぶっかけると石になるんだね。海を丸々石にしてみたいね。作業が大変すぎるよ。それじゃあマグマを木にぶっかけてみたらどうなるんだろう。いくぞ。はい。燃えて炭ができたりするのかな。どうなるんだろう。なんかプツプツいい感じの音がしてるね。おお、火が燃えてる。これはもう完全に火事だ。炭にはならずにただただ燃え尽きちゃったよ。木にマグマをぶっかけると燃えてなくなる。ってことは先生の頭もマグマぶっかけられて髪の毛燃えてなくなったってことか。マグマで剥げたんじゃないわ。遺伝だわ。もしもマグマぶっかけられたなら全身丸燃えで消えてなくなるわ。じゃあ先生の家はマグマぶっかけたらどうなんだろう。試してみたくなる。燃えて消えてなくなっちゃうからやめなさい。十分マグマで楽しんだから作業に戻ろう。溝にマグマを入れていく。そしてマグマをまた取りに行かなきゃいけないのか。こいつは大変だぜ。
走る走るくむくむ、走る走る入れる入れるからのマグマタイム、ジュージュー、走る走るくむくむ、走る走る入れる入れるからのマグマタイム、ジュージュー、ゾンビだって、ジュージュー、ニューシングル土井くんでマグマ運びでジュージュージュー絶賛発売中、皆さん買ってくれよな。こんなの発売なんかされてねえよ。うるせえ。マグマ運びでジュージュージューの歌で紅白歌合戦絶対出てやるからな。そんなことよりもマグマをどんどん入れてるぞ。めちゃくちゃ時間かかったけど、あと1往復かな。ようやくこれで作業終わりだ。今作ってんのは実はマグマ牧場。この中に牛を入れて逃げれなくするんだって。もう入ってるやついる。自らこの悪魔の牧場に入ってくるなんて、かなりの強者の牛だな。もしこのマグマ牧場から逃げようとするとマグマダイブしてしまい命を落としてしまうのだ。怖ぁ。変な牧場ばっかり作ってないで普通の牧場作れよ。うるせえ。好きな発想でいろいろ作れるからマイクラって楽しいんだろ。牛を連れてくるために村人の小麦を盗みましょう。この世界は警察がいなくてよかったぜ。警察がいないからって悪いことしちゃダメだろ。先生もたまにはいいこと言うね。てへへ。牛さんどこですか。あーいたいたって、小麦の食いつき方が半端ねえよな。さぞかし美味しいもの食べてないんだろうな。普段はナスビのヘタとか身じゃない部分食べてんのかな。マグマ牧場に着いたぞ。さあこの中に入っておくれ。来てくれた、よかった。じゃあ小麦をプレゼント。子供が生まれたよ。説明しよう。牛は小麦を食べることによってうんちではなく赤ちゃんを産むのだ。違うわ。さあ次のご一行さんはたっぷりいますよ。マグマ牧場はこちらです。みんな入れるかな。いいね、来た来た来た。次々入ってるよ。小麦をあげて赤ちゃん産ましとこう。そしてここは牛の牧場なので邪魔者には消えていただきましょう。俺はマグマダイブするんだ。ジュージューって消えてなくなったよ。恐ろしいね。これで笑ってるお前の方が恐ろしいわ。うるせえ。現実ではできないことがゲームでできるからいいんだよ。よし、ジャンプして外に出ようって、落ちちゃった。体力ないからダッシュできなくてジャンプ力なくて落ちちゃった。あ、じゅっぴじゅっぽー。意外とみんな脱走しようとしないんだねって。落ちた。マグマダイブした。恐ろしすぎる光景。これを見たらもうみんな逃げれないだろう。よーし、マグマ牧場の完成だ。もっと上から見てみようって、あれ逃げてるやついない。明らかに逃げてるね。思ってたより簡単に脱走できた。あ、じゅっぴじゅっぱー。まあ逃げられちゃったりはするかもしれないけど、マグマ牧場はできたし、よしとするか。あとはこのマグマを使って拠点の目印となる火柱を作ろう。火柱はこの石の要塞の上に作っていくぞ。頑張って上がっていこう。てっぺんから雲より高く上がってみたぞ。ここから火柱作っていこう。土を四角に置いてその真ん中から垂らして一本にするんだ。それではマグマいけー。そしてこの周りの土を削ってみよう。一本のままかなーって広がっちゃってるよ。広がってほしくなかったに。もう一回周りに土つけてみるかって、落ちちゃったー。ああしゃがむの忘れて落ちちゃった。あ、じゅっぴじゅっぱー。あんな高いところから落ちちゃうなんて最悪だよ。しかも今ヤバいやついたよね。目合わさないで一回寝よう。起きても絶対目合わしちゃダメだからな。気をつけながら進んでいこう。ってなんだ、ボムボムキャベツマンがいたのか。僕の迷路牧場がなんてひどいことしやがるんだ。飯馬なことが立て続けに起きるな。みんなこれでご飯何杯食べれたかな。
てめし馬なことはこれで終わりじゃないぜ。ガリガリモデル体験くんに戦いを挑んで負けちゃった。そんなめし馬なことが続いたけども、なんとかまた上まで上がって土を削ったぞ。もう火柱が一本なのは諦めたよ。一本満足バーマグマ味が良かったんだけどね。目印もできてだいぶ拠点っぽくなってきたね。さあ今日は終わろうかな。その前にマグマ牧場を見てみようって、誰もいなくなってる。子供だけになってる。みんなマグマダイブしちゃったのかな。恐ろしや。どんどんいなくなっちゃったら牧場の意味ないや。もうちょっと改良しなくちゃね。というわけで今日はこの辺で。最近ものづくりばっかりだから旅にでも出てみようかな。どこに行ったらいいかな。よかったらコメントに書いてみてね。あと高評価も忘れないでね。それじゃあまたお会いいたしましょう。さようなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。